ヘアサロン、コモリ。パニパニっていう。やばい文字列だよ。何これ。死ぬんじゃない。死んどすやん。リーモカちゃん。リーモカちゃんザファイナル。リーモカちゃん。リーモカちゃんザファイナル。ファイナル。リーモカちゃんザファイナル。行ってみよう。美容師芸人の小森ジェンソンです。今日はゲスト村村田村さんです。金田万太郎です。すごい、お願いします。よろしくお願いします。お願いしますよ。髪型といいカットとカラーじゃないですか。うん、髪型は何でもいいですよね、別にね。あ、そうなんですか。どうせね、鉢巻き巻いちゃうし。あ、そうか、ね、ワックスとかつけます？全然つけない。めんどくさいもん。じゃ本番もつけないですか？つけない、つけない。はあってだろうが。なるべくやっぱりこうタレント性というかキャラクターはあった方がいいじゃないですか、やっぱり。まあね。なんで僕はそのちょっとタレント性だったりキャラクター性を出したいなと思ってるんですけど、うんうんうん、いいですか？はい。いいですか、そんな感じで。はい。なんでもいいんだ。こういう人に限って怒るからな。さあ、なりたいですよね。もちろん。あ、嫌だよ。え？あ、嫌な人なんですか？嫌だよ。え？嫌なんですね。嫌だよ。何が嫌なんですか？もうなんかね、難しいよね。もうそんなとこまで行っちゃったんですか？出たい番組に出れたらいいっていう感じもちょっと強い。ああ。楽しくないやつもあったりするからね。まあまあまあ、そうですけど。それでもやっぱお金とか稼げるったらいいっていう人もいるじゃないですか。確かにね。それも違うんですか？そういう気持ちもあるっちゃあるってことですか？まあでもやっぱ呼ぶからにはちょっと。めちゃくちゃ応援やしてほしいなと思ってしまうな。カットされたくないよ。そんな、え？カットしないよ。そんな言わない。カットしないよ。いや、それだったらそんな金玉とか言わないでくださいよ。カットしないよ。それカットしますよ。単独ライブやらしてよ。それがいいっていうか、やってくれ、テレビで。テレビで単独ライブやらしてよ。一枠取らしてよ。そんな人見たことないですよ。まあ、田村さん、どんな喋ってでもないじゃないですか、言ったって。でもなんか周りからその小森くんがめっちゃ好きって言ってたみたいなめちゃ聞いてましたそこまで言ってないです。そのすごいめちゃくちゃ好き、そこまでは言ってないです最初見てもうその年に多分一番笑いましたね、やっぱり。あのリーモコちゃんのネタで最高じゃん。いや本当にそうです。そっからうわこれは素晴らしいと思って、その別にわーってなってたわけじゃないですよ、うんうん、ね、今のアリーみたいなことも想像もできてないですけど、正直今でもあんま受けてないからねライブで。でも何がすごいって、いやこれ本当受けてるんですよ。この例えば僕らも出てるのって本当に多分思ってる以上に少ないお客さんじゃないですか、その言ったら少ないのが多いじゃないですか。10人から20人ぐらいの、はい、もっといかない時も絶対もう見てましたし、別に村村たまさんを知ってても知らなくても、うん、その絶対受ける受けてるっていう感じがありましたよ、本当に。本当すか、今おいくつなんですか？27っす。え？は？じゃないです、はじゃないですよ。僕いくつだと思います？ええ47。はい。47。僕現役5年目。はいはいはい。前々田村さんくる。8年目です、ね。現役9年目の2、まあ今年で28。あ、僕今年6年目なんで。はいはい。まあ3、4年違うじゃないですか。うん、6年目の20、47か。やば。やばとかじゃなくて。これぐらい欲しい。6年目の47。欲しいってもそのブレます。ゲロやばいじゃん。わ、これ何買ってんの？水です、水です。そんな変な。水です。甘い。え？甘い。いやいや、水なんだよ。甘い。いや、その、顔にかかんないんですよ。甘いよ。甘いか。ちょっと甘い？え？まあまあ、ちょっと水なんで。まあ、水っす。甘い水？水が甘いんだよね。いや、まあそうです。空気が甘い。ないですよ。水が甘いの？水っす。水か。はい。じゃあ空気じゃないんだよね。はい。詳しいの。もっこりからのリーモコちゃん。うん。リーモコちゃんですね、はい。はい。あのね、代表作ですよね。はい。あれは、何なんですか？言葉の初めてその発見、発したのはいつなんですか？村村さん。5年前とかじゃないですか。結構まあ、最近か最近なんですか？5年、6年前じゃないですかね、もう。まあ最初はもっこりだけ言ってたからね。でもなんかもっこりだけだったらね、後味悪いなってなって。逆も言っちゃっかってなって。
で、リーモカちゃん以上がちょっと、うん、先にその手書き了解です。じゃあ、パツキンでいいんですよね。派手な感じで、あー、なんか黄色みたいな、はい、黄色な感じで、黄色がいいんじゃないですか。黄色、そうですね、いきます。はい、何の音これ。さっきからこれです、これです、これ、何、何、うん、うまそう。甘いですよ。すごく感じて甘いやつ。フリーチリアイス。甘いやつかな。頭染みたりとかしますかね。まあ大丈夫っしょ。美容師の仕事してるんですか、はい、今。今もしてます。わあ、すごい。そうなんです。もう8年目とかですね。へえ。JQ にも長い。仕事って、はいはい。最近まあ多分来てるじゃないですか、言ったら。まあまあまあ。まあ、それも昔よりかはもちろん。そういう連絡とかって、事務所があったらみんなそのテレビ局の人って事務所に連絡するじゃないですか。そうですね。でも、ないじゃないですか、そこの先が。うん、どうやってるんですか、うん、DM。あ、Twitter のとか。うん、DM か LINE ですよね。すごいな。そういう時って、お金の話とかって先にするんですか。先にするやつもあるし、もう。全く出てほしいぐらいの。うん、出てくださいって言われて、出て、出た後に、じゃあこの額でって言われる。あ、でもちゃんと金額の話とか、振り込み先は言われるってことですね。うん、そうそうそ う, そう、やっぱ、何も取られないわけですよね、どこにも、多分事務所とかにも。はい。じゃあ割と、ありがたいぐらいのお金ってことです。それでも案外少ないって感じですか。まあ、妥当だよねって感じです。抜きまくるぞ。え、抜きまくりまして。はい。お、結構さっきよりヒリヒリしてきてるぞ。何ですか。うん、まあ大丈夫でしょう。頭皮弱そうですもんね。皮膚が弱いよね。まあなるべくちょっと根元は外してるんで。はいはいはい。なんとか、なんかと。ああ、逆に気持ちいい。逆にですね。うん、綺麗なお姉さんがちっちゃい針でチュ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 ンってやってるって考えたら気持ちいいよね。あたたたたって言いながら、あたたたたって言いながら、怖いんだよね。もしかしてでも俺がめっちゃいいって言ったら結構やってっていう芸人増えるんじゃないですか、もしかして。いや、ありがたいですね。ムラムラたまらあんなに良くなるんだったらぜひ言ってくださいね。なるんじゃないですか。そうしたいですよ。うん、絶対言わんけどね。なんで掘られたって言おう。ここはそれも切れてるってことですよ。絶対逆だろ。なりません。なんでお前が掘られてる。これで、じゃあちょっと流します、うん、了解っす。いっちゃいましょう。あ、だいぶ色抜けてきましたね。そう、もうこれでいいよ、これで帰るよ。いや、これで帰ってくる。いや、いいっすね。え、ベストやらせてくださいよ。何か、これでいいよ、あらした。これでいいよ、ちょっとやりますけどね。たぶん色を塗ったらインパクト出ますよ、このやばい。はい、これパニパニっていうやばい文字列だよ。何これ、死ぬんじゃない、人殺すよ。リーモカちゃん。リーモカちゃんザファイナル。リーモカちゃん、リーモカちゃんザファイナル。ファイナル、リーモカちゃんザファイナル。行ってみよう。ダメだったらもう坊主にするからね。え、もう行ってる？はい。はーい。よーい、ドンもなく。行きます。うん、普通に来たからあれだよね。人とか刺すんだろうね、こう、うん、みたいな感じで。刺せよって言わなくないですか、うん、刺しますとかじゃないの、あ、みたいな、うん、みたいな、うん、みたいな。なんでしょ、皆川さ、うん、村村田村さんとの僕の初対面、初対面。初対面、ここ本当は2年とか3年の話じゃないの、これも前話して。昔なんか、言ってた、言ってた、はいはい、千原ジュニアさんの〇〇なやつみたいな番組があって、そこで芸人がなんか順番になんか前に出て、それ絶対1週間で〇〇やるみたいな、1週間かけて芸人がみんな宿題で、誰もほとんど売れてない人ばっかりで ね、みんなこのチャンスだから1週間でみんないろいろチャレンジして、で僕こんなの1週間でやりましたって言って、はい、そしたらその時僕も知らなかったですよ、村村田村さんのような、そのなんか変なやつ、本当にやつが、うん、ジュニアさん何やってきたのって言ったら、すいません、何もやってません、えって言って、その人が、うん、で本当に変な空気になって、ジュニアさんもちょっと怒ってるんじゃないかぐらいの、そのどういうことみたいな、
すいません、なんかできませんでしたみたいな、なんかで、なんか多分ケンコバさんとかがよし、まあ、帰れみたいな感じでちょっと笑いにしてそのまま帰ってたんですけど、よくよく考えたらそのなんか変なアディダスのね、そう昔って違うんです、今じゃなくてちょっとアディダスのそのなんか花柄みたいな服着て、はい、眼鏡かけた人だったの。ふと気づいたの、どっかでこの女の子があったなって覚えてて、うんうん、最近になってあれあれって村村田村さんじゃねと思って聞いたら村村田村さんだったの。でも俺マジで俺が悪くないからね。え、じゃあ悪いんすって、あれいや当日飛ばれたんだよ、来る予定だった人が。変な女の人ですね。そうそう、来る予定だったなんか女優さんが当日連絡来なくて、そう飛ばれて、で AD さんに言って、そしたら AD さんがもしかしたらあのできてない人の絵もいるかもしれないんで、あのすいません持ってきてませんって言ってくださいって言われて、もう言われた通りにやっただけ。でもあれ変な空気になりましたよね、すごい、うん、でもなんかあれ結局ちょっと使ったらしい、使いましたね、うん、ちょっと使ったらしいよ。でもあれもまだ若かりし頃ですよね、その村村田村さんが全然、ね、4年目とか5年目でしょ、結構3年前ぐらいですよね、あれ、うん、まあでも全然 AD さんのさことを無視して普通にネタやれよかったなと思った。まあまあ今となれば、ね、あの頃からリーモコちゃんって生まれてたんですか。やってましたよ。やってません、やってません、何もどういうことだよっつって、いませんって言って、女優さんはっつって、いませんっつって、めちゃくちゃのやつ、何ができんだよっつって、何もありませんっつって、じゃあ帰るお前っつってはいっつって帰ってた。今だったら違いますよね、そのもうそんな風になんないですけど、やっぱりあの頃でそのね、まだまあね、やっぱそこから成長というか皆さんしたってことですよね。そうだね、もしかしたら多分あれってAmazon プライム残ってるから、もしかしたら映ってたらちょっと見れるかもしれない、ね、確かにね。まあ、でもこうやって、うん、いや喋らせていただいて、喋らせていただいて、はい、はい、やっと分かりました、このなんか今までトンツカタンの森本さんとか切っていっぱいボケたりしてたんですけど、はい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 、ツッコミ側の気持ちがちょっと分かったんで多少ないかも、本当に、はい、相手を理解しようと思いましたね。気をつけようって、気をつけようボケる時に、はいはい、やっちゃいけない、やっちゃいけないすいません、やっちゃいけないって言ったら、これじゃあ10分ぐらい置いて、10分、はい、全然痛くない、そしてじゃあ流します。はい、いやー楽しみ、楽しみっすね、はい、やったぜ、すごい、でもいいかもしんない、うわっこれはこれすごい、どうですか、いやでも面白いんじゃないですか、どうですか、まだ見えてないからね、ちゃんと楽しみ、キャラ感出ます、仕上がった状態ちゃんと見たいかな、うわこれ売れるわ、売れる、はい、マジで売れる準備だけしといてください、ね、いや準備はねもうずっとしてたのよ、うん、ここ最近ずっと、ここ最近っていうか結構ここ数年、やっぱね色が大事っていうのねずっとね、はい、思ってますよね、いやこれほんとそうで、あの芸人ってやっぱりこうネタとかっていうのに一生懸命やっぱやるのもいいんですけど、テレビとかね表現するのってやっぱそれだけじゃないじゃないですか、結構ね人のネタ見てね、あ、はい、この人があの衣装こんな感じの衣装着たら絶対売れるなとか結構ね思って、ほんとそうですよね、マジでこれあるぞ、めちゃめちゃタレント性出てますよ今、タレントランキング上がってますよ、今年あるんじゃないですか、マジであのオールスター感謝祭、高野祭出たいな、いや前夜祭の方です、前夜祭で走りたいもんね、あの走るやつ、ね、絶対最初全力で行くんじゃないですか、いや全然ずっとリーモコちゃんで走るこれいいリアクション出るんじゃないのね、はい、楽しみです、だって絶対今までの人生で多分ない自分の髪の毛ですから、そう、これはね、リーモコちゃん出るかもしれないですか、リーモコちゃん出るよ、マジですか、うん、でもこれ簡単になんかね、やっぱり髪の毛染めるとか切るってやっぱり一番手っ取り早い人生変える方法ですから、整形しなくてもできますから、ね、何かしら世界は変わるもんね、これで人生変えますよ、いや嫌じゃなくて先輩できました、よっしゃ
じゃあメガネをつけましょうか。ふーん。じゃあ絶対ダメなんですよ。ふーんじゃないんです。めちゃくちゃすごーい。すごくないですか色。うわ、だいぶ綺麗じゃないですか。でも何これ、その光ってる。毛先が多分ちょっと黄緑で、うん、上はちょっと茶色いんですけど。本当だ。後ろもなんか2色3色みたい、はい、緑と黄色とオレンジみたい。いや、そうなんですよ。かっこいい。本当にかっこいいですよ。これ多分ちょっと今違和感あるかもしれないですけど、かっこいい。なんかちょっとこの辺も可愛いしね、はい、そうなんです。ちょっとまっすぐなラインでちょっと可愛さも出してみました、うん、ありがとう。どうですか。うん、ありがとうございます。聞いてます。うん、いや、めっちゃいいと思います。ありがとうございます。結構なんかいい感じになりそう、はい、衣装とね。そうなんです、多分衣装と絶対合うと思います。うん、綺麗な色。汚かったもんな。汚かったです。いや、すみません、ありがとうございました。以上、村村田村さんでした。ゲストありがとうございました。ありがとうございました。